日本大分県日田市中津江村中津江村は大分県日田市の一地域である。かつては日田軍に属していた村で2005年3月22日に同じ日田軍の前津江村、上津江村、大仙町、天ヶ瀬町とともに日田市へ編入合併し行政地域としては消滅した。しかし同じく合併で廃止となった前津江村及び上津江村は 村の名称を廃止しているのに対し、編入後も大分県日田市中津江村として村の名称を残した形で地名は残された。2002年に開催された日韓ワールドカップの際、中津江村は村内のスポーツ施設の有効活用を目的に公認キャンプ地として名乗りを上げ、その結果アフリカのカメルーン代表のキャンプ地に選ばれた。テレビ朝日の番組 ニュースステーションでメインキャスターの久米博氏が一番小さな自治体のキャンプ地として着目し、現地から歓迎の様子を生放送すべく乗り込んだものの、同国の選手団の到着が遅れたことなどから、当時の坂本旧村長と共に国内で有名になった。大分県の西部に位置し、周囲を山に囲まれた村である。杖三景県立自然公園内に位置し、周囲には、 私神岳、猿掛ける山、三国山、尾野岳、主天童寺山などが連なる。中世に、長谷部神殿の末裔を名乗る一族が土着し、長谷部及び杖を称する。北軍市では、歴代杖の小七家村を領主とある。俗に、杖殿と呼ばれた。巨城や館は、現在の栃原の田の原にある殿来寺とその裏山の城山と呼ばれる山にあったと伝えられる。 南北朝時代の1338年に、長谷部新体は、日後国の僧、大地禅寺に館を寄進して伝来寺を開かせたので、ある。その後の杖氏、長谷部氏の氏族としての清水は不明であるが、杖親西門の城ら3名が、豊臣秀吉の文録、慶長の役の際、大友義宗に従軍している。大友氏が開役されると、杖地域を含む北軍は、 豊臣政権下の蔵入地となり、大寛支配、後に毛利厚生の治療となった。毛利氏再起法後は、そのほとんどの機関が徳川幕府の直轄領とされた。江戸時代中期には、北地方でも1716年頃から杉の挿し木による栽培が行われるようになり、中津江村丸村では1750年に1万本の挿し木が行われた記録がある。古代、 この地域は、杖と呼ばれ、その中ほどに位置することから名付けられた。杖の名は、杖エルに通じ、崩壊地やそうした地域の多い産地において名付けられた。当地区には、鉄道は走っていない。最寄り駅は、九州旅客鉄道久大本線日田駅である。日田駅駅前に日田バスの日田バスセンターがあり、そこを起点とする、杖立線に乗車し、松原ダムバス停にて下車する。 そこから、北市 A バス中津江線、栃原線に乗り換え。カメルーンとの交流は、2002フィーファワールドカップにて、中津江村が、出場国の事前キャンプ地に立候補し、カメルーンのキャンプ地に選ばれたのが始まりである。サッカーカメルーン代表チームの当初の来日予定は2002年5月19日だったが、選手による出場ボーナス増額要求交渉によって、日本への出発が遅れ、 カメルーン航空のチャーター機がフランスのシャルル・ド・ゴール空港を飛び立ったのが5月22日1時であった。出発後も、旧ユ地のエチオピアとインドで予定より数時間ずつ遅れた上、カンボジアとベトナムの領空通過の許可を得ていないことが判明し、タイのバンコクで足止めとなった。そのため、代表チームの到着はさらに遅れ、5月23日23時38分に、 福岡空港に到着し、中津江村には5月24日3時過ぎに到着した。この騒動が日本中から注目を向け、同年12月に発表された新語・流行語大賞には W 杯が選ばれた。その後もカメルーンとの交流が続き、カメルーン中日大使が来訪したり、当時の村長が公務でカメルーンを訪問することもあった。 カメルーンが本大会に出場した 2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会 2014FIFA ワールドカップブラジル大会では旧村民挙げてカメルーンを応援した。また2002年ワールドカップカメルーン代表の一人で J リーグのガンバ大阪などでも活躍したパトリック・エムボマも引退表明後に旧中津江村でサッカー教室を開催した。ありがとうございます。